共有空間とは、信号や標識を撤去することで、自動車の運転手や歩行者の注意力を高め、交通安全を実現する手法のことである。オランダ人の交通専門家、ハンス・モンデルマンが考案した。イギリスの首都、ロンドン、オランダやドイツの都市で実現している。ドイツのウォルファックという都市は、道路を歩道のような石畳にし、センターラインや道路表示を廃止した。 AB&O、サトシ、信号や標識がない方が安全とは、これいかにレスポンス、イリコマーステクノロジー。2009年9月20日閲覧。AB、ドイツの街、交通安全の向上のため信号や標識を撤廃。ロイター、httpjp、ロイター .com、アーティクル、アドリーニャフニズ。 イジプジャパンマイナス27兆8169億2千七7万9112009年9月20日閲覧。事故防止のために、標識、信号を撤廃。交通ニュース。企業開発センター。2009年9月20日閲覧。ありがとうございます。